大間崎下北半島のランドサット衛星写真。スペースシャトル標高データ使用。大間崎は一番左上の岬。上の小島は、弁天島大間崎は、青森県下北郡大間町にある、本州最北端に位置する岬。晴れた日は、津軽海峡を挟んで、函館山から江山岬にかけての北海道の海岸が、目前に広がる。 下北半島国定公園に指定されている。大間崎、沖合灯台と北海道を演望する。2005年8月撮影、マグロ一本釣りの町大間のモニュメント、下北半島北端で津軽海峡に面する位置にあり、北緯41度33分、東経140度54分。対岸に位置する北海道の塩首岬との間は、近近 18km 足らずに過ぎず、 本州、北海道間の最短地点である。なお、本州最北端にある大間崎は、北海道最南端の白上岬より北に位置する。岬には、ここ、本州最北端の地の石碑が立ち、一帯は公園として大規模に整備され、土産店や食堂が立ち並ぶなど、観光地下が著しく、下北半島の東北側の橋であるシリア崎とは対照的になっている。 三崎南方には、大間町の島地及び、大間漁港が展開する。潮流の早い地域であり、周辺は良好な漁場で、マグロの一本釣りの名所として知られる。潮流の早い水道の、茎戸瀬戸で隔てられた沖合600メートルの、弁天島に大間崎灯台が設置されている。博学こだわりクラブ編、雑学の日本地図300連発。川で無、文庫、2006年。 16ページ、ありがとうございます。